とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、やっていこうと思います。サンゴの丘のデイリーチャレンジ3ですね。報酬がアーティファクトとなっております。ちょっと前にここやった気がするんだけどね。で、狙いは、エリクサーのカバンと森の矢筒。これの、256を狙っていきます。他はいらないかな。ちょっと、キャプテンを倒すと難しいんで、基本倒さない方向でいきます。それでは行きましょう。変更点は別に難しくはなさそう。あ、待て待て、トゲがあるぞ。いきなりトゲのやつがいる。危ね危ね。こういうのを見逃すと即死んじゃうので要注意だよね。 OK、まあ、とにかく気をつけてやっていきましょう。ここもね OKOK、 無限ダイナモがすごい使える場所なんで、やっぱりこのね弓は本当に最高、本当最高です。ただ修正が来ないか、それだけが心配。修正来なければ本当にね、いいね。でも今なんかね、運営も準備してるっぽいので、それで何かね、修正とかの動きが来たら悲しいな。本当にこれはね、今俺の中でも最高の装備なんで、これはね、ずっと使いたい。よし、OK。最初にちょっとキャプテンは倒さない方向って言ったけども、やっぱり倒す方向でいきます。一応ね、面白みを持たせないといけないので、一応倒そう。極力倒します。この先多分いるもんね。この先多分いそうな感じはするんだよな。もうね、あれだけはやめて。ナイトモード。あれが来ると本当にね、やりにくくなるんで、ナイトモード以外を、なんとか、お願いしますよ。てか、いないか?この先。いないかな?あ、いなさそうだね。いないわ。はい、一匹目の、キャプテン発見。あそこにいるな。オッケー、行きましょう。オッケー、一発。オッケー。頼むよ、変なのは。出ないでほしいんだけどね。速度 60%? まあまあまあいいでしょう。キャプテン、いるけども、ちょっとピンチ。マジか。やべえ。よし。とりあえず一回取ろう。息ができない。ちょっと待って、あぶねー。あ、次キャプテンいましたね。どうでしょうか。あ、ちょっとやばい。 OK、 ちょっと待ってよ。脅威に。ちょっと待って、これ息するとこが今回ねやたら少ない。全然息できないのよ。ちょっと待って、どこにある?まずい。相当まずい。息できる場所が本当にないのよ。やば。やば。ちょっと待って。あたたたたた。あぶねえ。窒息死するとこだったね。この先いるかな?あ、またキャプテンいましたね。上か。下だな。下のところに。いたね。オッケー。ああ、もうちょっと。敵がめんどくさい。オッケー。どうだ?ん?なになに?わからん、ちょっと待って。あ、プレイヤー HP が 60% か。はいはいはい、オッケー。あ、これキャプテンがいそうな、あ、いるね、やっぱり。いそうな反応と思ったらどこにいる?どこだ?ちょっと見えないな。あー、
違うか。ちょっと待って、変なの出ないでよ。もうこの状態でナイトモード来たらマジで終わるかな。あれやばい、危ねえ。これ毒の雲がねやたら効く。やばいやばいやばい、息ができない。敵が多すぎるよ。キャプテンが多分その辺にいるんだよね。やばっ、危ない。うわきつい。このダイナモナイト無理でしょこんなとこ。ここ開いた、やっぱ危ない。で脅威が3、あと1体。あーいそうだな。あキャプテンいましたね。洞窟内にはいなかったんだけども洞窟の外います。行くか行くか。厳しいけどねこれ以上なんか来るとナイトモード来ると終わると思ってください。きつい。ちょっと待って、ダイナモも10ちょっとじゃちょっと厳しいな。いけ、あぶね、うーあぶね。何モブダメージが 20%。 ああ結構マイルドなやつがついてきてくれましたね。そんぐらいだったら OK です。ではあとはクリアするだけか。いきます。途中でやられたので次は旗を取らずに来ました。やっぱね相性悪いやつが来ると厳しいね。めちゃくちゃ厳しかった。危ね危ね危ね。はい、旗取らなければもう全然余裕だね。うん、やっぱりね移動速度速い赤ちゃんゾンビが来てそれが毒を持ってると相当きついんだよね。で HP60% 減少でしょ。一発くらいは死ぬんで。はい、まあ、とりあえず見てみましょう報酬。それでは出る確率は 50% ですね。 50% どうだ。よし OK。 まあ255だけどね。まあまあ全然 OK です。255が出たので今まで使ってたのが252なんだよね。どこにあるっけ。あったあったあった。252が255に変わりました。まあ全く変わりはないんだけどね、性能に変わりはないんだけども、やっぱりこの256に近づけていきたいところです。では次はあそこだったらば森の矢筒だね。252256が欲しいですね。ダメージどれぐらいになるだろう。200万近くなるかな。いや厳しいな、180万ぐらいか。そんぐらいにはなると思います。欲しいね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。